はい、皆さんおはようございます。今日は9月の24日、日曜日ですね。早いですね。今年ももうあと1週間ですね。はい、こういうわけで今日は、こちら、あずさ川ですね。はい、こちらに来ております。うん、ここ実はね、8月のお盆だね。8月のお盆に1回来て、ね、とってもいい釣りができたんですけど、なんと GoPro がね調子悪くて映像が撮れてなかったんですよ。うん、というわけでね、もう1ヶ月以上経ちましたけど、ちょっとリベンジに来ております。はい、ここは上高地の玄関口、サワンドのバスターミナルですね。はい、そこです。こちらから、釣りを開始したいと思います。はい、じゃあ皆さん、本日も、一日よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今準備して川まで降りてきました。っていうかね、寒い今気温計見たらね、11度だったね。でも今7時ちょっと回ったぐらいなんですよ。はい、もう涼しいを通り越して寒いですね。うん、気温も今日は23度だったかな、この辺は。はい、うん、快適な一日になりそうですね。そしたら確か前回もね、そこから釣り上がったのね。うん、そこから釣り上がったんだけど、前回より水多いな一昨日かな、うん、そしての木金あたりでちょっと 雨入ったんだね、確か。うん、その雨の影響でちょっと増水しちゃったんだね。うん、というわけで今日はね、あのドロッパーも AD ドも、12番の、少し重ためのね、ビズヘッド2本、つけております。はい、じゃあね、そこからスタートしてみましょうか。うん、ちょっと上手かしてもいいくらいだな。うん、これだと。さあ、うん、前回この辺はね、あの放流したと思われる岩穴がね、よく、お、来た来た一投目できたよ一投目できたこの式は何だ説明中に来たね。前回は岩穴、この辺結構釣れたんだよ。放流したやつだと思うんだけど、あ、結構いい魚だね朝一一投目だよ。あとだし、お、いいんじゃない？お、イワナだ。イワナだ。一投目にイワナ来ちゃったよ。お、まあまあまあな、いいやつだ。お、マジか。朝一一投目です。うん、まあまあまあのイワナだね。あ、前回も釣れたってことかな。はい、ハトハトしたもん。はい、あ、ちょっとまあ小ぶりだね。16、7ぐらいか、まあ、ちょっと20キロぐらいだけど。はい、ありがとうはい、岩名くんでした。うん、ここら辺もいいとこだからね。もしかしてびっくりしたね、1投目にイワナ来ちゃった。うん、前回はね、GoPro が熱暴走を起こしちゃってね。お、来た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 また解説中に来ちゃった。このイワナじゃないかな。やっぱりいたね、下がって正解だった。これも岩穴っぽいぞ。違うか。あ、ブラウンだ。あ、ブラウンだ、ブラウンだ。お、綺麗なブラウン。ブラウンじゃないか？ん？
あ、ごめん、イワナだった。イワナでした。おー、いいやつ、いいやつ。いいやつ、いいやつ。さあ、早速2匹目。早いな。まだ竿を出してから10分ぐらいしか経ってないのに。はい、うん、これもイワナだね。これなんか天然っぽいな、すごく。うん、綺麗だ。はい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 。来た。これもイワナだね。うん、ちょっと流れの方に出た。イワナじゃないか。あ、違うか。あ、イワナだ。よし。入った。おお、いいイワナだ。いいイワナですね。いいわなですね。釣れました。よし、はい、やる。どう。はい、岩名くんです。うん、あ、元気いいね。水温が下がったからかしらね。はい、ちょうど20ぐらいかな。あ、これ多分放流だね。あ、違うかな。産卵に参加した個体とかじゃないよね。はい。うん、いいね。綺麗な岩名だ。はい、ありがとう。ありがとう。はい。すごいイワナ太ってるね。そういえば。やばい、それだけ餌あるんだよな。まあ、そういうことだね。来た、来たよ。うわ、あんなとこに着いてた。ちょうど目の前通り過ぎたから、引っかけるように来た感じだね。よし、オッケー。はい、24匹目です。うん、さっきと一緒くらいのイワナ。よっこしゃ。はい、24匹目釣れました。お、フック外れてる。危ねえ。ネットインと一緒にフック外れましたね。うん、これもイワナだね。はい、これはおとなしいな。うん、綺麗だね。いいイワナですね。うん、これ尻尾綺麗だね。これね、はい、ありがとう。ちょうどちょっと20キロくらいかな。うん、20あるかないかぐらいか。ありがとう。はい、ありがとう。来た。そこで来たか。そこにおるとは思わなかったな。もう一緒くらいかな。でも岩穴だね。岩穴だね。はい、岩穴だね。はい、ちょっと小ぶり。これは放流かな。ちょっと放流っぽいな、こいつは。はい、4匹目、5匹目か。もう分かんないですね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。待って。お前は元気だね。お前は元気だね。
はい、ちょっと小ぶりだけどね、16、7、8ぐらいかな、17ぐらい、10ぐらい、はい、ありがとうでも、かなりパンパンだね、やっぱ餌食ってるね、うん、何食ってるか知んないけどよっしゃ、うん、なかなか上に上がれないな贅沢なのが悩みですね。来た、うん、さっきと一緒ぐらいの岩肌ね。今日はちょっと零六だからね。よっしゃ、はい入った。よし、うん、岩、うん、さっきと一緒ぐらいだね。これだけしつこく流してようやく来てるからね、うん、今日は観念に釣った方がいい感じだね。よっしゃ、はい、6匹目です入経点からほとんど動いてないんだけど、いい罠、いい罠ですね。はい、うん、綺麗ないい罠ですね。うん、ちょうど20くらいかな。はい、ありがとういいよ。やっぱりいた。イワナかな。これも。イワナかな。よっしゃ、はい、はい、イワナ。イワナだ。うんうん。まあまあまあ。いいやつよ。はい、釣れました。バディは外れた。はい、うん、いいやつだね。まあまあまあ、いいわな、はい、いいやつですよ。ちょうどどっち入ってもいいから、うん、まるまる太ったね。しかしすごい元気だし、ちょっと顔見して、はい、どうぞ、おとなしくして、はい、うん、いいだね。22、3くらいか、ちょっとオスっぽい、うん、ちょっとかっこいいやつ、はい、ありがとう、はい、ここはいるでしょう、これはいるでしょう、あ、スズメバチいるな、あそこに橋の下に吸いかけてる、まだ橋がいる、よっしゃ、ちょ、言わなかね、よし、はい、言わなでした、うん、やっぱいるよな、はい、釣れました、うん、言わな、ちょっと小ぶりだけど、ありがとう、全部リードの方に来てるね。ドロップ外してもいいぐらいだな、これドロップ外したのか、これ見ましたかね、はい、出ました、ちょっとこっちもらう、はい、出ました、ヨナ君です、まあ、ちょっと20ちょっと切るぐらいだね、ありがとうあ、元気いいなお前はい、どうもでした、ありがとう、ああ、いけた、ありがとう、ちょっと重り重いな、重たいかな、4本に変えようか、おっしゃいたね、これはお前ブラウンだわ、その曲振り、うん、お前ブラウンだわ、お前、あ、ブラウンだ、
あ、ブラウンですわ。首振ったからイワナじゃないなと思ったら、あ、ブラウンですかね、うん、やはり君もいましたか。ああいう流れの入ったのがブラウンですかね。はい、ありがとう。ブラウンでしたね。まあ15センチ16センチぐらいかな。おう、はい、うん、まあでも綺麗だね、うん、綺麗なブラウンですね。はい、ありがとう。ちょっと向こうやりて、根が借りたと思って煽ったら魚でした。ちょうどあのシズニー氏の頭についてた。あ、うん、これは岩菜だね、うん、これは岩菜だね。はい、よいしょ、入った。おー、危ない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 。お、いい罠だ、うん、綺麗ないい罠だね。ちょうど20くらいかな。お、なんかちょっと久々の久々の魚ですね。はい、うん、綺麗な岩菜くんですね。はい、お、まずいたか、まずいたね。うん、今何かな。はい、岩菜くんです。ちょうど20センチくらい。うん、あ、でもよう太っとね、うん、しっかり餌食ってるわ。まあ、餌は豊富なんだろうね。はい、あー、行けた。あー、行っちゃった。はい、岩菜くんでした。うわ、来た来た来た、あー、来たよ、やっぱ撃った。いいやつ、いいやつ、いいやつ、乗ってないんで。ちょうど竿向けになってたのかな、うん、こういった素直に食われたんですね、これか。こういった素直に食われたのかな。もう岩菜だね。こういうやつやつ、よいしょ、はい。こういうやつやつ。おー、いいやつだ、うん、いいやつ釣れた。よし。撮影場所が今と一緒だね。さっきと一緒だ。うう、うん、外れたかな。外れちゃった。ちょっとフライを出してみて。うん、よう太っとるね。うん、やっぱ多いんだね、やっぱね、これ。さあ、今度はちょっと見せてくださいね。さっきの子はすぐ行っちゃったけど、うん、まあ、ちょっと足りますかな。はい、うん、まあ、いい罠だよ、これ。あ、餌の罠、いい罠。おぉ、あ、おやおや、もうちょっと見せて、もうちょっと見せて、はい、おとなしくして、おとなしくして、わー、来た来た。はい、はい、うん、ちょうど22、3くらいかな。はい、ありがとう。やれと。よっしゃ、来た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 。うん、これは魚だ。ああ、タイガーにいたか。ああ、くだらない、くだらない。霊力だから。これはまあ、イワナだね、この引きは。おとなしいから。いいやつだね。うん、なんかアメマスみたいな魚だね。はい、いらっしゃい。はい、お、いいやつ、いいやつ、いいやつ、お、いいやつだ。うん、アメマスみたいなイワナだね。うん、いいやついた。よっしゃ、
取れました。出ました。うん、やはり外した。うん、まあこれ完全に保留だね。うん、このイワナは、うん、あの養魚場でよく見るイワナですね。この白、うん、白い斑点がすごいはっきりしてるね、こっちで。まあ大きさはどうだ、23、4度かな。アメマスみたいなイワナだね、これ。ああ、もうちょっと見せて、見せてくれ。ちょっと見せてくれ。はい、どうだ。うん、はい、今アメマスみたいな、うん、すごい、そう元気のいいやつだ。はい、うん、ちょうど20、そうやな、22、3ぐらいだね。うん、ありがとう。うん、ちょっとあっちで見ましょうか。流れがない。はい、ここぐらいかな。はい、はい、これ、うん、あー、もう、うん、いいわな、君でした。浮かび浮かば、うん、浮かび浮かび、あー、来た来た来た、うん、やっぱおったわ。一回ちょっとで、ほらほらほら。あ、これ白いな。あ、これイワナじゃない。あ、ヤマメ、ひょっとして。あ、ヤマメじゃない、これ。あ、ヤマメだ。おい、おい、ヤマメだ。君だったか。お、ヤマメだ。お、ヤマメだわ。ん、なんかすでも出店があるね。おお、まあアマゴはいないはずだからね、ここは。うん、ヤマメだね。すごい珍しい。あ、アマゴだね、これ。あ、アマゴだわ、完全にアマゴ。これあのアズサマーってアマゴ入ってんの。これでもあの同じ養殖に行ってあれかな、購入しとくのかな。あ、これアマゴですね、これ完全に。完全にアマゴだ、これ。はあ、見えるかな。あ、養殖の、養殖のアマゴだね、これ。このオレンジ色はね、うん、アマゴですね。アマゴなんかヤマメと混じったのかな。うん、ありがとう。はい。ここはいいとこだね。あ、これはいいね。これはいるでしょう。見てくれ。深さもあって、流れもゆっくりで。あ、やばい、痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。うん、見えた、今。フーノ。フーノ見えましたわ。なんだこれ。もう、イワナかな？イワナかな？イワナ、うん、イワナっぽいな。あ、イワナだね。上がってこい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 。よし、はい、やった。イワナですね。うん、いいワナ。いいワナだ。餌じゃなかったのかな、さっきの人。うん、いいワナですね。はい、いいワナ釣れました。ちょっと先に外したね。うん、こうして今食うの見えたね。水中だったけど。超危ない、ね。はい、よく見してね。はい、うん、まあまあいいサイズで。今まで釣ってきたサイズと一緒で。まあ20、23ぐらいかね。あれ、よう、エサプットでね、これ、腹がね、張ってるから。ちょっと可愛いか、普通はメスかな。うん、ありがとう。ちょっと重心にぶっ込むか。
来た、ほらほら流水の方にだこれなんだあ、ヤマメだわ、うん、パーマンク見えた、あ、ヤマメだ、うん、おいよし、ヤマメってアマゴだよな、これなんかあれ、あれかね、同じ近い麻酔系で養殖池で作ってるのかな、養殖してるのかな、はい、釣れました、うん、アマゴとヤマメの中華みたいなやつちょっと出店あるんだよね、こっち、うん、ローディングしたからヤマメだなと思ったんだけど、はい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 、うん、出店あるね、これアマゴっぽいな、これ、どう見ても、うんね、トン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 とね、ちょっとあるんだよ、うん、よし、見ましたね面白いね、あの根底立ててるとヤマメがね、アマメになったり、アマメがヤマメになったり、視点が消え、うん、出たり消えたりするんですね、そういうのちょっとちらっと聞いたことある、はい、ありがとう、うん、いや嬉しいな、うわどうだ、今魚じゃない？コツンって魚じゃない？ほらほら魚でした。イワナだね。うん、イワナだ。はい。はい。はい、イワナ君でした。うん。多分釣ってねえのかなあの人。全然急に釣れちゃった。よっしゃ。はい。はい、釣れました。うん。久々のイワナ君です今リレンドリがアマゴってかヤマメだったからね、はい、イワナ君です、うん、イワナ君はあれはね、肩揃ってるね、ここはね、まあ、いいよね、はい、おとなしくして、おとなしくして、はい、ちょうど20センチくらいかな、はい、ありがとう、うん、もう岸寄りに緩いところにいたね、はい、ありがとうあー、いけたありがとう。はい、うん、じゃあね、ちょっと移動してきました、うん、今ね、お昼になったんで、お昼を軽く済ませて、うん、ちょっと下流ですね、うん、さあ入径したところから、まあ、1キロもないね、500メーターぐらいかな、下流行きました、はい、うん、今日ね、人が多くてなかなか入るとこがないみたいですね。まあ、うん。午前中ね、お話しした ルアーの方もね、ちょうど入れ替わりでね、僕のポイント入ったんだけど、もう人が多くて多くて無理だって言って、言ってましたね。はい。うん、この辺は、うん、平坦な流れですね。うん、まあでも、ちょうど、自分で合流してる。これが霞沢だったかな、うん、ちょうどね、ちょうど合流してるとこあるし、はい、この辺をね、来たり来たりして釣ってみましょうか、プレッシャーが上がってる、あ、来た来た、ほら来た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 よ、これブラウンじゃないか、でもピックアップしようと思ったら食っちゃった、なんだろう、あー、うん、この引きは俺ブラウンだと思うな、うん、すげえ引くもん、うん、これブラウンだと思う、イワナ、いや、イワナかな、
ブラウンっぽいんだけど引きが。どちらどちらどちら。あ、レインボー。ああ、いや、イワナだ。あ、外れちゃった。皮一枚だった。あれだ、もうちょっとだよ。まあ、しゃあないね。スイング。おっ、来た来たよ俺。スイングできた。ちょうどスイングの、うん、スイングのね、し始めにグイーンと思ってた。うん、豚も、うん、これなんだろう、そんなイバナかな、イバナ、あ、いや、ブラウンだろ、うん、なんか、あ、ブラウンだね、ブラウンだ、うん、そんな大きくないけど、ブラウンだね、よいしょ、はい、はい、はい、お疲れさん、はい、スイングできましたね、綺麗な、綺麗なブラウンだ、綺麗なブラウンですよ。はい、スイングできました。ウェットフライじゃないけどね。いや、いいんですよ、これね、使い方ですから。はい、うん、よいしょ、うん、まあまあまあの、まあ、20センチちょうどぐらいか、うん、ブラウンです。綺麗だね。やっぱ水かけやがったこいつ。よし、ちょうど2センチぐらい、ブラウン。おお、はい、ありがとう。ああ、いっちゃったか。ああ、ありがとう。ありがとうね。よし。向こうがちょっと、あ、ここ、ここ。うん、この辺いいんだよ。おら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 。おらおらおら。また来た、来ましたね。これは何だろう。あ、これ山見じゃない？あ、山見だ。おう、山見だよ。今度は。うう、うう、うう。ちょっと前だわ。山見だね。はい、おいで。はい。スイングできましたね。2連続。うん。うん、これ、うん。山見っていうか、これ、多分、根性で、あれかな、養殖してたのかな。あの、出店があるんだよ。こいつ、あ、こいつでもまだ山芽に近い方か。はい、うん、ちょっとかわいい。あ、ごめんなさい。はい、15センチぐらい。うん、ちょっと視点あるけどね。うん、まあ、山芽にしときましょう。山芽ってことで。はい、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 ありがとう。山芽ってことで。よし、うん、じゃあね、入景点まで戻ってきました。そこが入景点だね。ここの流れ、うん、この流れがね、うん、ダウンで釣り下るのにいい流れですからね。あの瀬頭まで行ってずっと釣り下って、あそこで川渡って帰りましょう。はい、それで今日の釣り終わりですね。うん、じゃあ、あの一番ね、瀬頭まで行ってみましょう。うん、はい、うん、じゃあね、瀬頭まで来ましたんで、ここをね、ここからスタートしてずっと、うん、下流釣り下っていきましょう。はい、ということで、まあ最後なんでね、ちょっとドロッパーつけました。うん、あの下は今まで通りのね、ビーズヘッドの12番で、上に、これ14番かな、14番のこれはピーコックなんだったかな。ちょっと名前忘れたけど、うん、ウェットフライつけました。うん、これでね、スイングさせて釣り下ってみましょう。よし、まあ今日はここを釣り下って終わりですね。はい、ん、なんだろう。あの対岸のとこでナチュラルに流してるところで、あ、
魚だ。あんなとこにいるんだ。さっき当たったやつか。ウェットのスイングの釣りじゃなくなってるな。あ、竿抜けになってるんだな、あそこ。ほらほら。ほらほら。ごめんなさいね。ちょっとウェットの釣りのつもりが。ナチュラルの釣りになっちゃった。どっち食った？あ、これあれだろ。これブラウンだろ、これ。こんなとこ登っていくんだもん。ヨーロッパかな。いやー、きつい、きつい。あ、これ、うん、これブラウンだわ。こんな、荒らせ登っていくなんて。ブラウンだ、これ。結構いいサイズだな。あ、2服ってる。うん、リードだ。ってことは 0.6 号だから、ちょっと無理できねえな。あの倒木の際にいたのかな。あ、いいサイズだよ、これ。お、いい。30超えてるね。多分ブラウンじゃないか。うん、ちょっと茶色くないな。ブラウンだね。ネットでしょ。多分もう取れると思うんだけど。うわ、強いな、これ。野生か。ワイルドブラウンは強いね。うわー、やべ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 、ついついつい。いやー、一番最後にいいやつ来てくれたな。まだまだ流れはいいとこあるんだけどね。ってことは誰も釣られてないの、これな。ここ、よしよし、ちょっと慎重に。何回も当たってしてきたんだよな、こいつ。ああ、じゃあさっきやっぱ魚だったんだ、石じゃなくて。うわ、すげえ。マジか。うわ、すげえ。マジか、登っていきよる。ちょっと腕が痛いんだよ。うわ、さすがワイルドレインボー。レインボーじゃねえ、ブラウン。うわ、ちょっとドラッグ入れますか。ちょっと上がった方がいいかな。岸の近くの流れに持って帰ってもやれちゃうな。ちょっと一回岸から上がりましょう。うわうわ、いいサイズだよ、これ。おーおーおお、いいサイズ、いいサイズ。40ないか、これ。ちょっとして、あんまり暴れたくねえな。そこの辺もいいポイントだから。ちょっと慎重に。いや、強えな。強い強い。いや、強い強い強いよ。ブラウンだ。この引きはもうブラウンだね。いい、お、いいサイズだ。いいサイズだ。おお。あ、もうしゃあないな。うん。ラストの一匹になってもいいかな。お、あ、え、危ね。こっち切ろうとしてる。おお、危ね。マジか。賢いな。危ね。ねずれでライン切ろうとしてる。賢いな、こいつ。さあ、すぐ逃がしてやるから。上がってこい。ああ、いいサイズだ。ああ、いいサイズだ。お、いいサイズだ。わあ、潜り込んで切ろうとしたんだ。うわ。ちょ、もう新しいフライに結び書いてるからね。結び入れはいいんだけど。すれ、すれじゃない。うん、ちゃんと来てる。うん、ちゃんと来てる。来てる。来てる。口に変わってる。いいサイズだ。いいサイズだ。
取れそうなんだけどな。あガッツリ、うん、あれは外れ、うん、いいとこ分かってる。よしよし、あやったよっしゃ、うわいいブラウンだこれ。このサイズいるんだな。もう40ちょっと切るかな。はい、皆さん釣れました。うーどうなるかと思った0.6 がやべえと思ったんだけど、お綺麗なブラウンだ、素晴らしい。うわもうがっつり食ってね。とりあえずちょっと外して、うん、先に外してやりましょう。おおいいとこかかってる。うおおでかいでかい。おお、うん、観念したか。ああお前これは外れんわ、うん、いいとこかかってるわ。よいしょ、はい、よいしょ。ああよかった、ランディングでしたね。40ちょっと切るかな、うん、40切るか切らんかぐらいだね。ほら、うすげえチレピンの、うわ素晴らしい。うん、傷もないし、ちょっとロッド出そうか、せっかくだからね。ここでこのサイズってもうトロフィーでしょ。うん、ちょっとロッド出して測ってみよう、せっかくだから。しかし引きが強かったね。ああこんな、そうだな、こんな、ああこんなあれだね、ひでしてりゃ、まあ、引くわな。さあどうだ、さあどうでしょう40、ちょっと40あるかな。ああ ちょっと待って、ちょっと測って。ああ40超えたね、超えた40超えたね。ここだからちょっと測りにくいんだけどね。あー、ごめん、超えてない。あー、超えた、うん、まあ、ちょっきり40.5 ぐらいかな。うん、ちょっきり 40.5 ぐらい。ありがとうおー、素晴らしい。いやー、綺麗だね、すごいね。もうネイティブで、ね、こんなやついるんだから、すごいね。まあいいか悪いかちょっと微妙だね、うん、繁殖してるんだもんね。ありがとう。よしじゃあ逃がしてあげよう。おお危ない、うん、はい、ありがとうございましたお元気で、うん、いやびっくりした。3回目だね。うん。当たり出しちゃうから3回目にグーンと、うん、持てたね。いいとこかかってました。いや 0.6 もだったからね、ヒヤヒヤしちゃったよ。やれやれ。よっしゃ。うん、ちょうど40でしたね。はい、今、川から上がってね、片付けたところです。うん、いや今日は久々にいい釣りできましたね。うん、イワナもよく釣れましたし、から一番最後にね、40センチの、ブラウントラウト、うん、出てくれましたんで、大変、いい釣りができました。さて、今3時半ぐらいですね。うん、もうあれだね、もう傾いてきてるんで、これからね高山の方に帰りたいと思います。もうあと1週間ですね。今度の土曜日が、今年の最終日になりますね。うん、まあ機会があればね、ちょっと、うん、もう1箇所ぐらいどこか行ってみようかなと思っております。はい、じゃあ、最後までありがとうございました。お疲れ様でした。